己紹介文になります。はい、はじめまして。私は VT ランアンと申します。今年30歳です。出身はベトナムのドン内です。2019年に日本に来て、1年間北陸大学の留学生別科に通っていました。現在は管理団体で働いています。はい、ちょっとすいません、ストップです。OK です。はい、今、赤字のところを加えて読んでくださいました。すごくスムーズに修正してくださっていたので良かったです、うん。ごめんなさい。いや、全然ですよ。2019年2のところ、あった方が良かったなということと、北陸大学の留学別科。あ、そうですね。2。はい、うん。多分2か、急いで書いてくださってたから、ね、ちょっと、そういえ、そう、ね、改めて読むとって思うところもあると思います。で、今止めたのは、最後の一文のところを、ちょっと説明した後に読んでいただこうかなと思って。はい。で、私の趣味は、特にないんだが、のところは、ちょっと敬語にしようかなと思ったので、はい、私の趣味は、特にありませんが、その次、休みの日、の時、休みの日の時のの時は必要ありませんので、休みの日は、例えばね、映画を見ることですっていう、まあ、一文なんですけども、趣味は特にないって言ってるのに、映画を見ることですっていうふうに書くと、文章としては、じゃあ映画を見ることは趣味じゃないのかなってなってしまうので、うん、なので、今この、ピンクのところの1番、2番のところに例として書いてみました。見えますか？はい、見えます。例えばですね、趣味はないっていうのをよく伝えたかった場合は、趣味は特にありませんが、休みの日は時々映画を見ます。ってなると、趣味というほどではないけど、まあ、でも時々映画を見るっていうことが伝わります。または、はい、こんな言い方、趣味と言えるほどではありませんが、映画を見ることが好きなので、休日は時々映画を見に行きます。とかだと、ちょっとスムーズに、趣味ですとは言い切れないけれども、映画が好きだよっていうことをうまく伝えられると思います。わかりました。はい、いただいた分だと、私の趣味は特にありませんが、休みの日は映画を見ることですっていうことって言ってしまうと、趣味は見ることですっていうふうに文がもう完成してしまうので、ちょっとそこを言い換えてみました。この1番と2番、どっちがこう気持ち的に寄り添っていますか？やっぱり2番の方が。それ映画は家で見る方が好きですか？ネットフリックスとか。そうですね。ネットで、うん、見ることが好きなんだけど。はい、じゃあ、映画館には行かないですね。そうやね。一回も行ったことないです。OK です。じゃあ、休日は時々映画を見ますが、急ぎましょうか。はい。じゃあ、こっちにしようかな。OK です。一応、残しておきますね。一番もね。じゃあ2番を一度読んでみてもらえますか？はい。趣味と言えるほどではありませんが、映画を見ることが好きなので、休日は時々映画を見ます。はい、OK です。休日、休みの日でも全然構いません。うん、どちらでもいいんですけど、はい、ちょっとフォーマルになりますね。はい。ちなみに今ですね、文黒字に、ピンクの字に、はい、2つ出てるんですけども、はい、ここに、ちょっと加えて、はい、よりちょっと長いね、長く、うん、自己紹介できるように、はい、ちょっとお助けしたいと思います。ということで、ちょっと私の方から質問をしながら加えていきたいと思うんですけども、
まず、はじめまして。私は VT ランアインと申します。今年30歳です。出身はベトナムのドン内です。ドン内ってどのあたりですか？なんか、ホーチミンの隣なんです。あ、南ですね。そうですね、南の方です。ベトナムの方に、南の方にあるドン内です。南の方にあるのがいいかな。ないです。もしかしたら日本人相手だとドンないってわからないのでドンないというところですとかの方がいいかもしれませんね。2019年に日本に来て1年間北陸大学の留学別科に通っていました。現在は管理団体で働いています。ここに今ピンクでも書いたんですけど、どのようなお仕事をしているんですか今？今は外国人技能実習生、はい、ベトナム人の生活でも仕事でもサポートをしている仕事を働いてるんですけど、なるほど。じゃあ、日本にベトナムから来られている技能実習生のサポートを日本でしているんですか？そうですね。それで、それはまあもちろん日本語がとても上手ですね。なるほど。じゃあ、ここは現在は管理団体で働いています。その説明を入れてもいいと思います。日本に、なんていう書き方しようかな。日本にいるベトナム人。昨日、ひらがなです。日本にいるベトナム人の技能実習生ですね。はい。実習生のサポートをする仕事をしています。日本にいる。日本にいるベトナム人の、ベトナム人に技能実習生。あ、いいでしょう。ちょっと後で細かいところ、また改めて。これ、この最後に、この今修正している、この、ごめんなさい、ページは、はい、毎回送りますので、今日こういうこと学んだよってことが分かるように。はい。はい。なので、メモなくてもこれは大丈夫です。また送りますので。で、ちょっとここね、後で正しく修正しますね。私も今、時間が限られた中でやってるので、ちょっともう一回見直しますけど、日本にいるベトナム人の技能実習生、はい、日本にいるベトナム人の技能実習生のサポートをする仕事をしています。いいでしょう。で、私の趣味は特にありませんが、これは2番になりましたね。はい。ではね。この修正前の文って置いておいた方がいいですか？はい、どっちでもいいです。じゃあ一応置いときますね。はい。はい。なんか趣味はないですけど、なんか好きなこととかありますか？そうですね。本当よく聞かれたんですけど、本当難しいの、はい、質問です。じゃあ映画はどんな映画を見ますか？ほとんど日本語の勉強するために日本語の映画。見てたんですけど、なんか特に、例えばアニメだったらまる子とか、ちびまる子ちゃんとか、はい、ささえ、そういう、はい、ささえさん、そういうアニメよく見てて、ドラマの方が結構最近じゃなくて、あれ、なんかタイトルはよく覚えてないんですけど、あれ、なんか、は、はじ、逃げるのは恥だが、はじ、逃げ恥ってあります。ありがとうございます。はい。逃げ恥を今見てたんですね。ドラマもね、なかなか面白いですけど、やっぱりアニメが入りやすいかもしれませんね。はい。またなんか日本の文化とか日本の文化とか日本の自然に関する
タイトルの方が好きです。なるほど、うん、家族とか、はい、日本あ映画というよりはドラマとかアニメとかの方がいいですか？はい、アニメ、やっぱりアニメの方が好きです。聞きやすいし。なるほど。あ、確かに優しい言葉が多いですね。子供も見れるから。はい。わかりました。本当は締めくくりの一文が欲しいんですけど、今ちょっと書いてみた、はい、この黒字と、ちょっとここあえて黒に変えますけど、黒字をちょっと一度読んでいただけますか？はい。はい、上、一番初めからちょっとお願いします。はい。はじめまして。私は VT ランアンと申します。今年30歳です。出身はベトナムの南の方にあるドンナイという場所、というところです。あ、場所でいいと思います。場所にしましょう。はい。どうぞ。2019年に日本に来て、1年間北陸大学の留学生別科に通っていました。現在は管理段階で働いています。日本にいるベトナム人の技能実習生のサポートをする仕事をしています。趣味と言えるほどではですね。2番を言ってください。あれ、消えちゃったかな。と言えるほどでは ありませんがないんですか。ありませんが、映画を見ることが好きなので、休日は時々映画を見ます。日本語の勉強をするために日本の映画を見ています。ドラマよりアニメが好きだったので、ちびまる子ちゃんやささえさんをよく見ていました。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ちょっと私、バーッと打ったので、なんていうんですか、こう、ちょっと文字をね、正しく、後ほど書き換えて、送ります。本当は、ドラマやアニメが好きなので、こういうの見てますの後に、ちょっと締めくくりの一文があればいいかなと思うんですね。例えば、ちびまる子ちゃんが好きな方がいらっしゃったら、後でお話ししましょうとか言って、ちょっとなんかこう、締めくくれて、お話ができたらいいかなと思うんですけど、はい、まあそこは、まあ次の発展ということにしましょうかね。